あなたたち、ちょうどいいところに。鹿狩りのサラが呼んでるみたいだぞ。冒険者協会に依頼を出そうかしら。よかった、来てくれて。騎士団にお願いしたいことがあって、代理団長に伝言をお願いしたいの。ジンに用があるんだな。あれ、ジン団長と親しいんですか？ジン団長はあなたたちのことを気に入っていると聞きましたよ。それで伝言って？すみません、本当は自分で騎士団に行くべきなのですが、最近レストランが忙しくて、実は清泉町との輸送ルートがヒルチャールに占領されてしまい、食材が届かなくなってしまったんです。それなのに清泉町の狩人たちは知らんぷりして、狩り以外の仕事はしないと言われてしまって。はい、その通りです。輸送ルート上にいるヒルチャールを退治してくださるよう、私の代わりにジン団長に依頼していただけませんか？助かりました。ジン団長が動いてくれるならきっとすぐ解決してくださるはずです。ありがとうございます。ジンはみんなに信頼されてるんだな。あ、そうだ、バーテンダーのチャールズさんも何か困っているようでした。ついでに彼のところにも行ってみてもらえませんか？おう、人助けはオイラの心情だからな、任せろ。まあついでっていう割には少し遠回りな気もするけど。ここはジューススタンドじゃないぞ、ちびっこたち。ふん、失礼なやつだな。人助けに来たんだぞ。人助け？そうか、君たち代理団長のお気に入りだったな。変な言い方だな。では今期の税収報告表をいただけるようジンさんに伝えてもらえないだろうか。永財さんに報告書を提出する時期が近づいてきてね。それにしてもモンドの酒税は高い。ああ、全ての勘定は代理団長が確認することになっている。何せ酒はモンドの主要収入源だからな。ジンさんはいつも的確な対応をしてくれているよ。そうなのか。ジンの仕事って想像よりもずっと大変なんだな。でもこの代理団長の努力のおかげで我々はかなり楽になった。なんというか、今となっては彼女にべったりと頼らせてもらってる。おいおい、ジンに頼りっぱなしで心が痛まないのか？そう言われると確かに少し申し訳ないな。今度彼女が来たら酒でもおごろう。まあ彼女にそんな暇はないかもしれんが。言い訳にしか聞こえないぞ。じゃあオイラたちもさっさとジンのところに行こう。あら、ちょっといいかしら。マーガレット、どうしたんだ？私の猫がどこか行っちゃったみたいなの見なかった？あの子じゃないわ、ディオナは酒場にいるもの。いなくなったのはリトルプリンスよ。さっきまでうちにいたのに。ディオナのこと猫扱いされるまま話が進んでる。困ったわ、もし帰り道が分からずに迷ってたら。ちょっと用事があってジンのところに行かないといけないんだ、ごめんな。あら、君たちもジンのところに行くの？奇遇ね。ん？猫を探してるんじゃなかったのか？そうよ、猫を探してもらおうとジンのところに行く途中だったの。なあ、猫探しまでジンにお願いするのか？あれ、ダメなの？でもジンはいつも優しいわよ。ちょうどいいから代わりにジンに伝えておいてくれる？今度キャッチテールに来たら一杯おごるから。おい、仕方ない、猫のリトルプリンスのことも一緒にジンに伝えよう。代
ああ、栄誉騎士だったか。すまない。少しぼーっとしていた。何かトラブルでもあったのか。なあ、確かにあるにはあったけど、オイラたちは伝言を伝えに来ただけというか。なるほど。モンドのためにご苦労だった。依頼は確かに受領した。すぐに出発の準備を進めよう。おう、頼んだ。これで依頼は全部だよな。サラ、チャールズ、マーガレット。うん、合ってる。じゃあこれで失礼するな、ジン。ジン？おい、ジン、どうした？ジンの様子は？大丈夫だよな？うん、過労みたい。安静にしておけば大丈夫だと思う。ジンを連れてきてくれてありがとう。あなたたちがいなかったらきっとまた無理してたから。そうだな、ジンってば毎日仕事ばっかりだから。はあ、この人昔から無理ばかりするの。自分のことはいつも後回しなんだから。こういったこと実は初めてじゃないんだ。え、そうかな。一応代理団長だからね。倒れられたらみんな困るだろうし。だから別に私個人の感情とかじゃなくてみんなのために言ってるんだよ。うん。バーバラ、なんだか様子が変だな。ん？そうだ旅人、あなた栄誉騎士なんでしょ。団長が倒れたなら騎士のあなたが彼女を助けるのが普通じゃない？そうでしょ？それはそうだけど、正式なセピロス騎士がいるんだから、オイラたちの出る幕じゃ。ジンの仕事ってすごく多いから人手が多いに越したことはないと思うの。だから騎士団に戻ってお手伝いをしてあげて。ジンの世話は私一人でもできるから。なんかオイラたちを追い出そうとしてないか？ん？なんでもない。じゃあオイラたち行くから。代理団長は私に任せて。あなたたちは安心して依頼を完了すればいいからね。あ、ガイアだ。おお、お前さん方待ってたぜ。ジンが倒れた時の話は聞いた。騎士団を代表して礼を言わせてくれ。急に真顔でお礼を言われるとなんだか照れるな。俺たちの大事な代理団長の恩人だからな。これくらいは当然さ。そうだ、お礼の他にも。その通り、話が早くて助かるぜ。ジンの仕事を分担してほしいんだな。ああ、お前がジンに報告した件だが、すでに代わりの手配は済ませてあるけど、ジン以外のやつに任せるのは何かと心配でな。手伝いが必要そうなところがあったら手を貸してやってほしい。モンドの栄誉騎士が協力してくれるなら俺も安心できる。旅人をいくら褒めても何も出ないぞ。それよりお前も手伝え。俺にはもっと重要な任務があるんだよ。いろいろと準備が必要でね。はぁ、仕方ない。確かサラとチャールズとマーガレットだったよな。ああ、よろしく頼む。またな。かな。あの猫、君の猫だったんだ。吟遊野郎、お前も手伝いに来てたのか？手伝い？手伝ってほしいのは僕の方だよ。あれ？でも今マーガレットにリトルプリンスのことを聞いてたよな。
いや、僕がスペアで持ってた星鉄の弦が盗まれたんだ。その犯人が猫のリトルプリンスだったんだよ。モンドの生きとし生けるものが自由を謳歌するのはいいことなんだけど、ちょっとばかし自由すぎるよ。リトルプリンスはやんちゃだからね。バルバトスみたいだな。素敵な比喩だ。あ、コホン。ひとまずリトルプリンスを見つけよう。今夜演奏の予定が入ってるから、早くスペアの弦を取り戻さないと。下手したらお客さんをがっかりさせちゃう。そもそもなんで猫が弦を盗むんだよ。猫は毛糸玉が大好きだからよ。星鉄の弦には風元素の力が秘められてて頑丈なんだ。だからいつも毛糸玉のようにぐるぐると巻いて持ち歩いてるんだよ。これは銀遊詩人の小さな秘密さ。へえ、弦に風元素の力が。よし、手がかりゲットだ。早速元素資格で確認してみようぜ。きっと何かしら風元素の痕跡が残ってると思うぞ。例えば足跡とか。お願いね。リトルプリンスは黒猫よ。商業エリアと居住エリアの近くにいると思うの。あ、そうだ、この魚はリトルプリンスの大好物だから、持っていけば何かと役立つはずよ。リトルプリンスは黒猫よ。商業エリアと居住エリアの近くにいると思うの。警戒心が強いな。このままじゃ逃げられる。後ろから近づこう。そっとだ。足音を立てないよう体を低くして。オイラみたいに飛べないのって大変だな。不安だったら魚でリトルプリンスの気を引きつけてみたらどうだ。魚は猫の好物だろ。魚がなくなったら近くの湖で取れば大丈夫だ。さあ行くぞ。リトルプリンス、やっと帰ってきてくれた。どこ行ってたのよ。かなり探したんだぞ。もうリトルプリンス、私を見捨てないでちょうだい。おいおい、二人の世界に入っちゃったよ。星鉄の弦もあったぞ。ほら弦をやろう。本当に見つけてくれたんだ。もう諦めかけてたよ。感謝の気持ちにこの弦で貸し切りステージを用意してあげたいくらいだ。は？敵手。リトルプリンスがこんなに近くにいると猫アレルギーが。また通りで自分で捕まえられなかったわけだ。とにかく助かったよ。じゃあお先に。うっ、敵手。リサさん、税収報告表を届けに来たのか。あら、かわいこちゃんじゃない。そうよ、ジンが倒れたって聞いたから書類仕事は私が引き受けたの。そうなのか。じゃあオイラに手伝えることはなさそうだな。じゃあ。あ、待って、実は。私が言おう、リサさん。先ほど取引先から急な注文を受けたんだが、店内の在庫が足りてなくてな。実はワイナリーからの搬入が遅れているんだ。よければ荷物がどうなってるか確認してきてくれないか。そんなに緊急なのか。ああ、臨時の注文でね。できれば急ぎたい。それに何か問題があったんじゃないか、ちょっと心配でしょ。こんなとこに荷物があったのか。助けに来てくれたのか、ありがとう。長いことワイナリーで勤めてきたが、ヒルチャールの強盗に遭うのは初めてだよ。
もう少し来るのが遅れていたらどうなっていたことやら。安心しろ、ヒルチャールなんかにこいつは負けやしないから。よかった、この運搬用の熱気球の護衛はお前たちに任せた。ヒルチャールの相手だけに集中するなよ。荷物の安全が最優先だ。何かあったら俺もお前も支払えるような額じゃないからな。それじゃあ頼んだ、俺はこの先で待ってる。ありがとう、もう半ば諦めてたんだ。お前がいてくれて助かったよ。ワイナリーの人たちにお前の評判を広めとくよ。じゃあな。わかった、すぐに出発するね。あ、アンバーだ。もしかして依頼の件かな。あ、あんたたちも来てくれたんだ。今から出発するところだよ。ヒルチャールの討伐はこの偵察騎士に任せて。ああ、サラさん、どうしたの。安心して、偵察騎士の実力は本物なんだから。ごめんなさい、実力を疑ったわけじゃないの。お店のオーダーがあまりにも多くてちょっと困ってて、今もまた変なオーダーが来たんです。それでパーティー用のお料理を準備することに。え、いいの？お手伝いしていただけるんですか？よかった、あなたは鹿狩りの恩人です。あれ、私の見せ場が取られた気がする。じゃあこの新しいオーダーはあなたにお任せしますね。まずは食材集めから始めましょう。でも旅人大丈夫なのか、料理の味とか。そこは気にしないでください。これは鹿狩りの名誉に関わる戦いです。あれこれと襟好みはいたしません。戦い。それじゃあスイートフラワー3つと鶏肉3つお願いしますね。そう、早く準備してください。アンバーさんもお願いしますね。ここで待ってますから。スイートフラワー3つと鶏肉3つ、もうご用意できたんですか。では確認しますね。崖の景色合ってますね。食材は揃いました。じゃあ7番卓からのオーダーです。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きを1つお願いします。完璧に旅人のことを料理人扱いしてる。鹿狩りの手伝いをしてくれるんでしょ。出来たての美味しいのお願いしますね。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きできましたか。鶏肉のスイートフラワー漬け焼き、はい、確かに。いい香り。お料理がお上手なんですね。頼んでよかったです。あと人参とお肉のハニーソテーもお願いします。人参とお肉のハニーソテー、確かこの前アンバーと一緒に食べたよな。はい、鹿狩りの看板メニューなんです。鹿狩りの誇りがギュッと詰まってます。騎士団の会食でもよくご注文をいただくんですよ。では人参とお肉のハニーソテーのレシピを教えますね。おいおい、鹿狩りの看板メニューのレシピをそう簡単に教えて大丈夫なのか。あなたの料理の腕なら鹿狩りの看板に泥を塗るようなことはありませんから大丈夫ですよ。人参とお肉のハニーソテーが一つ完成したらこちらに持ってきてください。人参とお肉のハニーソテー一つ持ってきましたか。これはあなたが作ったんですか。その料理の腕すごいです。あなたのような料理人を待っていました。これでもう大丈夫そうだな。ええ、ありがとうございました。後のことはアンバーさんがうまくやってくれるはずです。いつか冒険に飽きたら鹿狩りで働くことも検討してみてくださいね。よし、全部の依頼が無事完了したな。ジンの仕事って大変だ。星拾いの崖の景色は有名よ。ジンは体調良くなったかな。教会に見舞いに行ってみようぜ。バーバラ、戻ってきたぞ。お帰りなさい、
ジンももう意識を取り戻したから安心して。まだ体調は万全じゃないけど。本当か？よかったな。ジンに会っても大丈夫か？実は今大聖堂を出て行ったばかりなの。もう少し休んでって言ったのに、ジンがもう大丈夫だって言って聞かなくて、多分またバネッサ様のところに行ったんだと思う。バネッサ様のところ？大英雄バネッサ様を象徴する風立ちの地にあるあの木のことだよ。ジンは何か迷いを感じた時いつもそこに行くから。そんなことまで知ってるなんて、バーバラはジンのことに詳しいんだな。それはジンがここを出るときにそう言ってただけだから。私も心配なんだけど、仕事がまだ終わってないから。分かった、ジンのことはオイラたちに任せろ。ありがとう、それなら安心できるよ。あなたたちに、そしてジンに、風神のご加護があらんこと。ジンは見た目ほど強くないから、あなたたちがついてくれると助かるわ。バネッサ様、モンドを見守るあなた様の目がいつまでも澄んでいますように。世界は、そして私は、あなた様の期待した通り強くなれたのであろうか。ジン、体は大丈夫なのか？ああ、もう平気だ。君たちがここに来るとは思わなかった。気遣いに感謝する。本当か？さっきジンの後ろ姿を見た時、疲れてるように見えたぞ。少し無理しすぎじゃないか？ああ、君たちのその気持ちだけで十分に元気が湧いてくるよ。ありがとう。しかし、この程度のことを一人で片付けられないとは。私ではバネッサ様のようにモンドを守れないだろうな。ジンはバネッサにすごく憧れてるんだな。ああ、最初の騎士団団長であるバネッサ様は強くてお優しい方だ。私はその歩みをずっと追いかけてきた。志賀騎士の勇猛さをもってして旧貴族の支配を撤廃し、ダンディライオン騎士としてセピロス騎士団を作り上げ、モンドを守ってきた。ダンディライオン騎士ってジンのことじゃないのか？ダンディライオン騎士も志賀騎士も歴代の騎士団が継承してきた称号だ。そうなのか。じゃあ今のジンは優しいダンディライオン騎士であり、強い志賀騎士でもあるんだな。バネッサ様の称号を継承できたのはとても光栄なことだが、私にとってそれは責任を意味する。何せその名を名乗るには強さが必要だから。そうだな。ジン？そこにいるのは誰だ？やはり気づかれたか。弱っている騎士団長を倒すチャンスだったというのに、まさか邪魔者が入るとは。ジンが不調だって話、奴らに漏れてたのか？こんなタイミングを狙ってくるなんて卑怯だぞ。ダンディライオン騎士の名にかけてこのような卑劣な奇襲に屈しはしない。気を逃したし、こちらは撤退させてもらおう。待て、追うぞ。ジン、やっぱりダメだ、私は行かなくては。また無理してるな。安心しろ、オイラたちがとっちめてきてやる。いや、君たちを信頼していないわけではないんだ。ただ目の前の敵を置いて逃げるのは職責を果たさぬことと同じだから。なら
者たちも一緒に行く。それでいいだろ。理解してくれてありがとう。あ、お願いしよう。怪我はないか。私のせいで仲間が傷つくなど、やはり見たくないな。この先は私一人で行こう。これくらいへっちゃらだ。それに今のジンの体じゃ旅人も安心できない。あ、そうか、すまない。しかしまずはこのタンポポの風で傷を癒すのが先だ。おう、頼む。しつこいな。まさかここまで追ってくるとは。こいつならどうだ。弱点だった水元素はもう効かない。この猛火はどうだ。一箇所でも残っていれば煉獄の炎がまた燃え出す。いい加減にしてほしいものだ。ここまで来たらこのわしがじきじきに相手してやろう。だいぶ本調子に戻ってきたな。バーバラのおかげだ。ああ、無事ならよかった。そろそろモンドに戻って休もうぜな、代理団長様。あ、バーバラに謝らないといけない。怒ってなければいいが。団長、やっと帰ってきてくれました。風神のご加護があらんこと。スワン、待っていてくれたのか。まさか何かトラブルでも。ああ、いえ、酒場のエンジェルズシアの方で。大したことではないのですが。ああ、いや、大したことではないんです。なんと言ったら。とにかく行けばわかると思います。ん？スワンがそう言うなら今の私でもきっと大丈夫だろう。これ以上騎士団の仲間たちを心配させるわけにもいかないしな。問題ない。少し体を動かしたらだいぶ良くなった。よかった、ありがとうございます。そう言ってくれなかったらどうしようかと。終わった。世も末だ。スワンみたいな真面目なやつまでジンに仕事を丸投げするなんて。まあまあ、スワンも焦っているようだし、とにかく行ってみよう。これはみんながジンさんのために用意した慰労パーティーですよ。慰労パーティー。ジンが倒れたって聞いてみんな心配したんだよ。ジンさん、いつも一人でたくさん仕事を抱えて大変だから。せっかく束の間の休息を得られたんだ。パーティーでもして思い切り羽を伸ばしてもらった方がいいと思ってな。いっいつも仕事に没頭している代理団長はこんな機会でもないと参加してもらえないだろうし。ジンさん？みんな。ジンさん、もしかして照れてるんですか？こんなジンさん初めて見ました。ジンだって仕事の時以外は普通の女の子だからね。少し感極まっただけだ。本当にジンさんが普段みんなにしてくれていることに比べたら大したことありませんよ。しかしまだ仕事が。心配するな。安心して楽しめるよう、ジンがいないうちに依頼を一つ残さず片付けておいた。本当か？食材の輸送の件もか？普段の見回りとそう変わりません。たかがヒルチャールです。すぐ終わりましたよ。酒税の件も。毎日図書館にいる私にとって書類の処理なんて朝飯前よ。じゃあ
マーガレットさんの猫の件は。猫探しまで覚えてるのか。リトルプリンスは旅人が捕まえてくれたよ。ついでに僕の星鉄の弦も返してもらった。だから今日は仕事のことを忘れなさい。せっかくのお休みを満喫しましょう。みんなと共に仕事ができて私は幸せだ。風神の導きに感謝する。そういえばパーティーの用意も大変だっただろう。みんな時間は大丈夫だったのか。実はな、主催者は旅人だったんだぜ。酒も食材も旅人が用意してくれてな。料理もこの少女が作ってくれたんだ。だからその怪訝な顔も謙虚なふりもしなくていいぜ。もちろんディルックの旦那のおかげでもある。店の貸し切りは高いからな。君たち騎士団のイベントに参加する気はなかったんだがな。でもまあモンドの一般市民としてジンの努力には感謝している。ディルック先輩。はいはい、もうジン団長を囲むのはやめて。休ませてあげるんでしょ。そうだね。じゃあパーティースタート。みんな楽しそうだな。オイラたちもパーティーを楽しもうぜ。みんなとおしゃべりだ。そういえばさっきジンが一人で2階に上がっていったみたいだぞ。今日の主役のことも忘れるなよ。旅人。アンバー、泣きそうな顔してどうしたんだ。これ、この鶏肉のスイートフラワーつけ焼き、それからこの人参とお肉のハニーソテー、全部あんたが作ったの。悔しい。あんたはこんなに美味しい料理を作れるの？どうして私は。これを食べたら絶対コツを教えてもらうからね。逃げないでよ。アンバー、お酒飲んでないはずなんだけどな。よう、楽しんでるか。ああ、それか。俺たちとジンは付き合いが長いだろ。お互いのことをよく知っているほど陰でパーティーの準備をしてたなんてバレると恥ずかしいもんだからな。だからお前の手柄ってことにさせてもらった。お前もいろいろ大変だったろうしな。そうだ。それにこのパーティーが誰の案かなんてすぐバレるぞ。お前が一人で恥ずかしがってるだけだろ。そう思われてたか。まあいい、認めるんだな。せっかくのいい日だ。好きに行ってくれて構わないぜ。37杯目。ディルックの旦那、何してるんだ。あの吟遊詩人が飲んだ数を数えている。今夜酒が無料なのは騎士団だけだと彼はまだ知らないようだ。彼の酔いが覚めたら伝票を彼に渡す。ディルックの旦那、残酷すぎるよ。冗談だ。彼の懐じゃあの量の支払いはできないだろう。今回は目をつむることにする。しかしあれだけの量を飲めるとは尋常じゃないな。バー、暁ワイナリーのお酒はやっぱり噂通り美味しいね。こういうお酒は普段の僕じゃ一杯も買えないからね。せっかくのチャンスだしもう一杯。うん、もう一杯。金融野郎のお酒への執念、恐ろしいな。あ、君たちいたんだね。全然気づかなかったよ。きっとこのお酒が美味しすぎるせいだね。僕の歌のように千年は愛されるべきだ。このふわふわした感覚、まさかこれが風元素の真理なのかも。酔っ払ってるぞ。
風の民たちにこのお酒を飲ませたいよ。美味しいお酒のために乾杯。はあ、みんなこんなに騒いじゃって、ジンを休ませるって目的忘れてないよね。どうした、疲れたのか、なんか飲むか。え、だってここお酒ばかりでしょ、まだお酒は。じゃあバーバラって普段何を飲んでるんだ。自分で作るようにしてるの。赤くて赤い。トマトかスイカでジュースでも作ってるのか。唐辛子だよ、すっごい辛いやつ。唐辛子。にぎやかな宴を抜け、二人だけの静かな時間を楽しむ。世界はまるで二人だけかのよう。本でよく見るロマンティックな展開でしょ。二人っきりでお話をしようって誘ってるわけじゃないわよ。さっきジンが一人で2階に行ったみたいなの。あなたならこんなチャンス逃さないわよね。ああ、君たちか。あ、ちょっと外の空気を吸いに来ただけだ。ジン、なんか思い詰めてるみたいだな。旅人、もう一度礼を言う。たとえそうだとしても、みんなと一緒にいると不思議と元気になれる。それに気づいたことが一つあるんだ。なんだ。滋賀騎士よりもやはりダンディライオン騎士の方が私に合っている。滋賀騎士はバネッサ様がモンドのために戦った過去の栄誉を意味するが、セピロス騎士団を作った後のダンディライオン騎士は彼女が望んだ騎士団の未来を意味したものだ。あ、天の上から、そしてすぐ隣を吹く優しき風からも、きっとバネッサ様は私たちを見守ってくださってるはずだ。風の導くままに、自由の風が進むべき道を導いてくれる。今後も我々と共にあってくれ、旅人。